走るのきつい。ああしんどい。ああ体も重たいからしんどいし、腰も膝も痛くなってきた。こんなほんま続くんか。そのダイエットあなたに合っていますか？怠け者の健康ビアチャンネルのコスカです。いつも高評価コメントありがとうございます。今回お伝えするのは、万歳10回でみるみるお腹へこむ方法をお伝えしていきます。え、万歳10回だけで？と思う方も多いかもしれませんが、実際に当院の患者様で今回の体操を行っていただいたら、2ヶ月でマイナス16キロ達成できたんです。一緒にやっていきましょう。なぜ万歳で痩せるのかと言いますと、人間の体の背中付近には脂肪を食べてくれる細胞、褐色脂肪細胞というのが存在しています。これが働くことによって体の脂肪をどんどん燃やしてくれて、より痩せやすくなっていくというわけです。なので今回は特にこの肩甲骨周りをよく動かしていきます。さらに効果を出したい場合は、万歳と足を動かしてあげるのをお勧めします。足は人体の中の6割ほど筋肉がついていると言われています。筋肉が多いところを動かしてあげれば上げるほど体の血の流れが良くなり、どんどん代謝を上げてくれます。そうなればどんどん体が細くなっていくのは想像できますよね。それでは早速やっていきましょう。はい、では今から万歳10回でお腹痩せする方法をお伝えしていきます。今回足と万歳を組み合わせるんですが、もし両方合わせるのが難しいと思う方は、まずは腕だけを動かしてみてください。そして慣れてきたら足も同時に動かしてみてください。まずできるところから始めていきましょう。それではまず1つ目、肩に手を当てていただいて、この時に後ろ回しに回していくんですが、できるだけ動きはゆっくりで行ってください。こうしないとこの肩甲骨周りがしっかりと動いてくれません。そしてできるだけ大きく後ろに回していってください。この時に猫背になってしまっていると効果が出ませんので、しっかりと胸を張った状態のままで行ってください。そしてさらに脂肪燃焼効果を上げるために足踏みもプラスします。なので肩を回しながら足踏みを行っていきます。両方同時に行うことで脂肪がどんどん燃えて、よりお腹周りが細くなっていきます。できる方は両方組み合わせてやってみましょう。この足踏みは後の2つ目3つ目と同じように行っていきます。それでは皆さん、ご準備はよろしいですか？ではいきますね。せーの、スタート。では肩に手を当てていただいて、先に足踏みを始めましょう。で、この状態のままで肩を後ろに回していきますよ。いきますね。はい、1、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、ラスト。はい、10。はい、OK です。では、2つ目でいきます。次は、肩甲骨を引き寄せていきます。肘を水平に上げて、そのまま後ろに行きます。そうすると、この肩甲骨が背骨に近づくのが分かるかと思います。この肩甲骨を寄せるのを繰り返しながら、足踏みも一緒に行っていきます。しっかりと肩甲骨を真ん中に寄せてくださいね。それでは行きますね。せーの、スタート。ちょっと見にくいので横からやっていきます。いきますよ。では水平に手を上げていただいて、このまま行っていきます。まず足踏みからいきましょう。はい、このまま10回、肘を引きましょう。いきますね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。ではですね、この3つ目、
次はバンザイを行っていき、下ろしていきます。この下ろすときにこの耳の横を通るぐらいでぐーっと下ろして、この肩甲骨をしっかりと引き寄せます。これが前で下ろすとしっかりと肩甲骨に消えてきませんので、なるべく真上から下ろす、真上から下ろす、これを繰り返していきます。もしバンザイがうまくできない方は、こういうタオルなどを使っていただくと簡単に行うことができます。そしてこれも足踏みと一緒に組み合わせていきますよ。では最後10回頑張っていきましょう。それではいきます。せーの、スタート。はい、でいきますよ。まず足踏みから始めていきます。はい、この状態からバンザイをしてしっかりと下ろしましょう。いきますね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、ラスト10。はい、 OK です。はい、皆さんお疲れ様でした。実際やってみていかがでしたか？今少しだけ体を動かしましたけど、体が温くなってる感じしませんか？それは体の代謝が上がってる証拠です。なかなか1時間も歩けない、体を動かさないとは分かってるけども、めんどくさくて外に出たくない、自宅で手軽に体を動かしたい方は、この3つの体操を毎日10回だけ行っていただければ、筋力と柔軟性がつき、血液やリンパの流れが良くなって、体の代謝が上がり、痩せやすい体になっていきます。なので私と一緒に、より健康で美しい体を手に入れていきましょう。この動画が良かったと思った方は、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。またこの怠け者の健康美容チャンネルでは、他にもダイエットできる運動などを数々取り揃えておりますので、ぜひこの下の概要欄に貼ってある動画などを参考にしてみてください。またこの YouTube のコメント欄のところにコメントしていただけると、私のモチベーションが上がってめちゃくちゃ励みになりますので、ぜひコメント書いてみてくださいね。動画の最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回またお会いしましょう。